督の方からですね、トロフィーが贈られます。第2位、ゼッケン番号2番、これもちょうど2番ですか、うまい具合にいったなって感じですけど、チームサイクルボックス小松所属の渡辺さんと狩野さんのペア、はい、おめでとうございます。続きまして第3位、これも一つ抜けば一緒なんですけど、ゼッケン番号13番、玉川さん、はい、おめでとうございます。続きまして第4位、ゼッケン番号37番、チームオフロードバイク浅見所属の松田さん、はい、おめでとうございます。続きまして第5位、ゼッケン番号14番、チームグッドですよですか、チームグッドですよ所属の田村さん、はい、おめでとうございます。続きまして第6位、ゼッケン番号5番、チームオートショップ山中所属のオリトさん、はい、おめでとうございます。大会監督の方からですね、トロフィーが贈られております。それでは、第1位の中島さんにシャンペンシャワーの方をお願いいたします。ちょっといい音がしたかなという感じでございましたけどね。じゃあ祝福のシャンペンをですね、回し飲みをしていただいている間に、副賞が贈られます。第1位の方にですね、発泡酒とスポーツドリンク、第2位3位4位の方に発泡酒、5位6位の方にはですね、スポーツドリンクが副賞として贈られます。はい、おめでとうございました。オープンクラス上位6位までの皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いいたします。おめでとうございました。はい、大変おめでとうございます。以上ですね、表彰式の